皆さんこんにちは。マスコミの皆様におかれましては昨日に続きまして本日もこのようにたくさんご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この度カターレ富山トップチームの新体制が整いまして今ほどはこの比叡神社におきまして試乗期間を執り行わさせていただきましたが三浦新監督のもとスタッフ7名とそして今季新加入選手9名を含めた29名の選手でもってこの3月の13日から始まります2016シーズンを全力で戦い何としても今年は実続きを果たしてまいりたいとこのように思っております。本日はこの後新規加入選手のとそしてスタッフの皆さん方のお披露目会見ということを考えておりますがそれに先立ちまして2016年度のシーズンのクラブスローガンを発表させていただきたいとこのように思います。それではクラブスローガンを発表させていただきます。2016シーズンのクラブスローガンはこのように覚悟といたしました。 J3 降格に引き続きまして昨年は一度もこの昇格争いに絡むことなく私どもの必達目標といたしておりました1年での事実復帰も果たすことができずファンやサポーターの皆様をはじめスポンサー企業様そしてカターレ富山に関わる多くの皆様方のご期待を大きく裏切ることになりました。これまでカターレ富山を支えていただいておりますこれらの多くの方たちのクラブに対する度重なるこの失望感というものは非常に大きくこのままの状態が続けばクラブの存在意義そのものも問われかねないそういった強い危機感を感じております。それゆえに2016シーズンのクラブスローガンはクラブの未来をかけた勝負の年というふうに位置づけましてフロントとそして選手皆さんが一丸となって J2 機能立ちはだかる多くの困難を真正面から受け止めながらもこのシーズンを全力で戦い抜きまして今年こそは J2 復帰するという唯一最大のミッションを何としても達成をするとこの強い決意をここに掲げております覚悟でもって示させていただきました。これを含んだものでございます。従いまして2016シーズンは是が非でも J2 への復帰とそして私どもが理念として掲げております県民の皆様方に感動と元気を与えそして子どもたちに夢と希望を与えるクラブとして未来につなげていけるようにこのスローガンに掲げました覚悟を持って全力で戦ってまいりたいとこのように考えております。ファンやサポーターの皆さんそして県民の皆さん方には三浦新監督の率いる新チームに対しまして力強いご声援を賜りますとともにどうか私どもと一緒になって戦っていただけますよう心からお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。こんにちは。今年から教科部長になりました黒部輝明です。よろしくお願いします。2016シーズンの体制としてまずやっぱ新しい監督を誰にするのかというところで本当にカターレ富山というチームをもう一度違う形で本当に躍動させたいということもありまして僕自身が三浦新監督にぜひ来てほしいということで声をかけさせてもらいました。でコーチ陣については去年まで現役をやってた朝日で徳島から大島康明コーチでゴールキーパーコーチは浜田と本当にトップのまだ経験が浅い人材でもありますけども本当に新しい血を入れるということで本当に向上心を持ってやってほしいという気持ちも込めて
この3人をチョイスさせていただきました。で、選手の方につきましては、コンセプトとしては、監督がどういう選手っていうところももちろん戦力としてはあるんですけど、それよりもカターレ富山っていうチームの軸になれる選手っていうところをまず第一に考えました。その中で中盤、32歳で経験もある江藤選手だったり、もともとカタールに在籍してた西川選手、後ろ中盤のところではまだちょっと若いですけども期待を込めてっていう意味でも久保田選手であったり、後ろに大健二選手っていう4人を取って、そこに岐阜から尾身選手っていうところをレンタルでっていうところで、どれだけここに対してやっていけるのかなって期待も込めて獲得っていう形をさせてもらいました。そこにもともと去年レンタルで来てた、もううちにとっては本当に軸になっていってもらえると思っている期待選手が完全移籍ということで加入してもらえるってことで、ぜひ彼にもすごく期待もしています。そこに、大学卒業生というところで4名、石坂選手、西室選手、脇本選手と茅沼選手っていう新卒で、まあ、本当に大卒なので即戦力として戦っていけるっていう4人を新加入という形で、この体制で1年間スタートとして戦っていこうという形にさせてもらいました。以上です。